まあ、だから切っちゃう。ああ切りすぎたかな俺は。根っこと芽の部分を切ったらっきょうを水につけて揉むと自然にこう皮が剥がれてむけますので、これで綺麗になると、で綺麗になるということですな。うん、ほら皮がむけて綺麗になりました。おう、これね。あ、これ抜けてないな。よし。うん。はい、お水で洗うと皮が、古い皮が取れてきれいになります。このらっきょうは 1kg あるから、この 1kg に対して塩はどのぐらい入れようかな。 100g 入れればいいかね。塩 100g、 100g ってどのぐらいだ、これでいいか、500g ね。はい、はい、塩 100g 入れます。こんなもんですね。はい、 100g 入れました。これに水を入れるんだよな。水をこうひたひたぐらいになるまで入れて、皮が入っちゃった。もうね、もうちょいかな。もういいかな。そして蓋をしておく。蓋は私の場合はお皿を使ってして蓋にします。これでいい。これでいいや。これをね、押す、蓋代わりにしてやっておきます。これで OK でしょう。はい、これで1週間から10日ぐらいね、まずは漬けるんだよな確か。